はい、天才坂です。今日はですね、まあ、ちょっと昨日、火曜日のナイターね、まあ、少ないクラスを持ってるんですけど、まあ、来てるのは、まあ、大阪、和歌山、昨日、滋賀の子も来てくれたかな。まあ、外部の子もね、基本もう、スクールはやってないんですけど、火曜日と水曜日だけね、ちょっとクラスが残ってるんで、まあ、その子たちがね、まあ、卒業するまでは、まあ、ちょっと今のところ続けてはいるんですが、どんなことをやったかっていうと、まあ、時間の奪い方をやってるんですね、最近ずっとね。まあ、練習の内容的に言えば、必ずサーブリターンが、必ず入ってるんだけど、また、試合の中でサーブリターンあって、まあ、あと、試合、打ち合いがあるじゃないですか。割合的に言えば、そのパーセンテージ的なところですよね。だから、サーブリターンが多く占めるから、結構サーブリターンとかの占める割合が多くて。で、リターンに関しては、まあ、いかにこう、時間を奪うとかとか、まあ、今後は、まあ、レパートリーね、まあ、例えば前に入って、こう、なんですかね、こう、ブロックして、角度をつけるとか、まあ、いろいろあるじゃないですか、なんかこうね。チップ&チャージって、こう、リターン出しみたいなのとか、ま、いろいろ、リターンのバリエーションをね、こう、ちょっと増やしていこうかなと思って、まあ、ちょっとリターンに関して興味ある方はどの位置もやってるんで、まあ、見たの人のガイドで見てもらったらいいんだけど、今後、そのリターンのバリエーションが、勝敗決めるんじゃないのかな、とか思ってるんで、結構サーブリターンの割合は多いんだけど、とにかく、ただ、私がね、こう、時間感覚っていうのはね、すごく言うんだけど、なかなかね、これ浸透しないんだよね。言って初めて、あ、忘れてました、みたいなね。そんな感じで。どういうことかっていうと、まあ、以前にも話したんだけど、コーナーついて、まず、オープンコート、3つのオープンコートあるのね。空間のオープンコート、メンタルのオープンコート、時間のオープンコートね。まあ、基本戦術はまだ下に資料出してるんで、見てもらえばいいと思うんだけど、まずそれが理解できないとダメよねっていうね。単になんかこう、もう自分の勘だけで打ってるっていうね、そんなことになっちゃうのね。で、まあ、勘だけで打って、まあ、強くもいるんだけど、やっぱり中にはこの、教えてあげなきゃいけない子が多くて、だどちらかというと教えてあげない子が多いんだよね。で、まあいろんなコーチの賛否両論あるんだけど、それ教えすぎだとか、オーバーティーチングだとかでよく言われるし、まあテニス協会の方でもオーバーティーチングは先よねとは言うんだけど、やっぱりこの、ひらめきだけで動ける子ってわずかだから、そこはやっぱりコーチ分かってあげなきゃいけないと思うのね。なので、そこで特にその時間感覚っていうのは、やっぱりある程度多くの子を教えてあげなきゃ難しいのね。なので、その中で、まず、なんていうのね、戦術っていうのは、まず時間の、空間のオープンコートね、空間のオープンコートを作るんだよっていうね。だから、空きコートを作るのね、空いてるところをね。で、空いてるところに対して、戻れるまでのその時間というか、相手が戻るまでの時間のうちに、ボールを到達させるんだよって。まあ、で、そこで、ま、スピードボールを上げる、スピードを上げるっていう手もあるんだけども、打つまでに相手にカバーされちゃったら、いくらスピードボール打ったって相手リリックポジション構えちゃったらカバーされちゃうじゃない。だから、カバーする前にいかに、なんていうのかな、返球させるのかって、そこが難しいのね。だから、それをやるためには、かなり、なんていうのかな、オープンコートを作ることをしぶとくやんなきゃダメなのね。で、それをこう単発的にあっち打ってこっち打ってっていう感覚だけの子が多いのね。だから、一旦コースつく、で、ついてからカバーされたかなってね、言うと、確認するのに、ね、カバーされたかされないか。で、されてしまったらもう一回落ち着いて、コースを狙い、返すみたいなね。で、カバー、向こうカバーできないなっていう時に、そこで初めて時間を奪いに入るっていう風な、そこでなんていうのかな、しぶとく作り続けるっていうのがなかなかないのね。それを、まあ、しぶとく攻めるって言うんだけど、なんかこの、そこはやっぱりなんていうのかな、じゃあ気づくのかってだとおそらくね、思うんだよね。自分で気づけって言われるけど、多分気づかないと思うのよ。こう言ってあげないと。なので、相手が崩れるまでしぶとく打ち続けるんだよっていうね。で、その時に、やっぱりもう自分の限界のペースは難しいから、やっぱりその、ある程度余裕を持ったペースで、こう、やっぱり打ち続けるっていう、そこを伝えるのが、難しいなーっていう。まだやっぱりジュニアだから、まあ子供なので、そこに関しては、知恵がやっぱり働かないっていうのがこうあるのね。で、なんていうんですか、どうですかね。相手がカバーしてしまってにもかかわらず、そこから時間を奪いに行こうとしたりとかね。で、
いいんだよね。例えば相手がカバーしてても、相手の反応を上回るぐらいの、そのタイミングとか速さでこう、打ち続けるっていうことができるんだったら、別にやればいいと思うのね。こう全部時間を奪うショットを打てばいいと思うんだけど、そのためには、その速いタイミングで、ミスしないっていう前提があるわけよね。だから、ミスする癖して時間を奪うとするわけよね。で、そこで、なんていうかね、いや、そのミスを減らすために、今はあえて練習してるんですっていう取り組みだったらいいんだけど、そういうことも何も考えないってやってる子がいるとね、そこはもう、なんていうかな、本人が上達しないばかりか、相手が練習にならないでしょ。相手ももう練習にならないから、もうそういう子が、この理解できてない子が入ると、ちょっとやっぱりグループレッスンってのは困っちゃうかなっていうね、困ったちゃんですよね。本人は気持ちよくやってるけど、周りが迷惑してるっていう子になっちゃうから、そういうことって大体わかんないんだよね。自分がそんなことしてるっていうのをね。で、自分は一生懸命やってるつもりだから。でもそういう子っていうのはもう自然とみんな遠のいていくのね、練習相手から。あいつ適当にやるからやんないや、みたいな感じで。誘っても練習ね、してくれなかったりとか、誘われなかったりとかってもあるから。やっぱりなんていうのかな、巷のね、が聞くと、やっぱりこう、どういうかね、保護者同士が話し合ってね、いついつ練習しないとか言ってやって、練習会とかやってるじゃないこう。で、そうすると強い子同士はもう固まってんのね。で、やっぱりそんなから聞くと、やっぱりややこしい子ってのは呼ばれないのよ。これやっぱりね。あの子入るとぐちゃぐちゃになるよね、とかね。あの子はちょっと呼ばないでね、っていうね。もう大体わかるでしょ。もう声かかってなかったらそうだと思っといてっていうことでしょ。だから、その練習の中でもそういうぐちゃぐちゃな子ってもダメだから、やっぱりそれはでも、ある程度、こう、教えてあげていかないといけないのね。だから、時間を奪いに行くのはいいんだけど、そこでミスが多いんだったら、じゃあどれぐらいのタイミングにすらミスがね、少なく攻めれるのかっていうことを考えながら、これぐらいのタイミングだったら、ミスは、大丈夫と。ちょっと早くするとミス多くなるから、これぐらいの前後でちょっとうまく頑張って練習していって、それができたら、もうちょっと早い、なんていうの、タイミングに、挑戦していこうとかね。それはうちのな、棒の入り方と時間的概念っていう中に今紹介してあるので、待って見て、まあ、白に資料あるから見てもらえたらいいんだけど。やっぱりこの、雷順系とか早いタイミングとか、それ入るっていうのも、その、なんていうか、時間がっていうのがあるのね。やっぱその、自分に対して適切な時間っていうのを理解してるかどうかっていうところで大きな違いがあるから。結局一生懸命やってるけど無駄にミスするからみんなから遠ざけられるっていう、そんな子もいるのね。本人も一生懸命やってんのにね。そんなのもあるから、やっぱり、ミス多いとやっぱり練習相手にならないから練習してくんないよね、やっぱりね。で、そういう意味で、なんていうのかな、時間っていうことを、まあ、特にうちのそのレッスンの中では、多く伝えてこうやってるのね。で、もう一つは、その、時間を奪われたっていうことに気がつかない子もいるのね。そこもやっぱり、教えてあげないとダメなのね。微妙な相手のタイミングとかいろいろずらしていって、攻める子もいるから。だから、賢い子っていうのは、自分の手をバレないように攻めてるところとかあるからね。だから、そこっていうのはやっぱり教えとかないと、なんていうのかな。わざと今外されたんだよっていうね。ことを分かっとかないと、結局自分のミスだと勘違いしてるのね。自分のミスだから、今のは、なんていうかね、ボールが入らなかったんだ、じゃなくて、ミスさせられた。それはなーにって言うてね。自分の、やっぱり苦手な時間帯で、で攻められたんだよ。で、そこで初めて、今、君は時間を奪われたっていう意味って分かるっていう、そこなのね。だから、これが、高学年だったら分かるんだけど、低学年こうだったんです。なかなか理解させるの難しいから。よっぽどこの、なんていうのかな。根気よくね、コツコツこう話していかないとダメな場合もあるし。でも、そんなことで分かってなくても、なんかこう、もう自然にもうパパパってやっちゃう子もいるからね。そこは別に教えなく、いらないこと、逆に教えちゃうと型にはまっちゃうこともあるし、いいとこが逆に失っちゃうから、そういうことは別に教えない方がいいのかも分かんないしね。そこの、まあ、見極めだよね。その子は教えてあげなきゃいけないの。教えない方がいいよっていうね。特にだから話戻すけど、時間を奪われたとか、時間を奪うっていう概念っていうのは、やっぱりね、教えないと分かんない頃が、やっぱり8割9割じゃないのかなっていうところなんですよね。
で、やっぱりそこでこう気がつかせていくっていうね。で、そのことによって、相手が、オープン、まあ、単にこう、みんな見えるもんって、空間のオープンコートしか見えないじゃない。空間が空いたな、あそこが空いた。だからそこを打つとかね。でも、なんていうのかな、その時にも、やっぱりその相手のフットワークと自分の、到達するボールとの時間の関係とか、それから、相手のボールが帰ってくるまでに自分がカバーリングできてるのかな、とかね。そこが分かってないと。で、そこを分かるのは、センターセオリーっていうのから勉強っていうか練習していけたら分かりやすいのね。いきなりクロスやってもね、コートカバーリングの、と時間の概念っていうのがね、マスターしにくいの。で、センターセオリーから始めると、時間の奪い方と自分の時間の確保の仕方っていう関係が覚えやすいの、センターセオリーの方が。なので、それも基本戦術出しとくんだけども、そこから、まずセンターセオリーって何っていうことをね、まずそこで、センターで一体何が起こるの、自分がセンターが攻めるときは何が起こるの、相手がセンターのときは何が起こるのっていう特徴をつかむっていうことだから、それが分かってない子が、なんか、パンクラパンクラやったって、もう打ってるだけにしかなんないからね。で、そんな子が、そのまんま中学になった子が、どれだけいるのよ。で、勝てないんです。そら勝てんわな。上手だね。でも勝てないね。っていうのは何も考えてないってことでしょ。だから。で、それを、自分で気づけとかね、これが個性だとかね、教えすると個性潰すとかって言われたって、だって分かってないと仕方ないもん。だからそれを教えてあげなきゃいけないしね。なので、やっぱりそこで、やっぱり、うちにいる子も、まあ、はっきり言って、そんな、天才っていう子はいないのね、正直言ってね、今のうち、悪いこと言うけども。でも、だから、天才、じゃないから天才に勝てないってわけじゃないのよ。やっぱり、分かってちゃんと自分を作ってきっちり努力したら天才にも勝てるんだから、そこ分かんないとダメ。だから、その、時間を奪う。で、自分が時間を奪われたとか、時間をどういうふうに確保するとかっていうのが分かってないとダメだし、空きコートばっかり狙ってる子っていうのは、大体今度メンタルのオープンコートっていうのが理解できてなかったりするから、逆使いたいとか、空いてると思って打ったら、とか、相手下がってるからドロップ打ったら簡単に追いつかれてたとかね。なんで下がってるのにドロップ追いつかれるんだろう、自分がドロップ下手なんだろうか、じゃなくて、相手もそこに気持ち置いてんだから追いつかれちゃうんだよ。それがメンタルのオープンコートでしょっていうのが、それ分かってない。だから、三つのオープンコートの使い分けっていうのが分かってないと、まあそうなっちゃうのね。だからこんなの、日本テニス協会の教本見ても分かりました。でも、いろんな教本まだ、うち以外のもちょっと出しとくけど、自分が調べて、愛想の選んでね、購入していくか勉強した方がいいと思うんですよ。まあ、一番いいのは日本テレビ協会の辞書みたいに分厚いけど、その中にはちゃんと3つのオープンコードで書いてあるから、別に、テニスエナジー流動してるんじゃないのでね、そこをちょっともうちょっと、頑張った方がいいんじゃないのかなっていうね、いうことですね。まあ、じゃあ話しますと、時間の奪い方とか、時間のコントロールとかいうのはね、なかなかちょっと、なんていうかね、私でやってる子でもやっぱりこう難儀してる子が多いから、まあ、各地域で優勝してる子、大体ね、うちで生きてる子ってみんな、全員関西の子なんで、関西上がってる子だから。なので、地方の、こうじゃなくても、その府県じゃなくても、関西上がってる子たちなので、まあ、ある程度でも打てるのでね、それでもやっぱりそこが分かってない。てか、分かってないで忘れちゃうのね。でも、ある程度自分で気をつけたらね、その辺はクリアできると思うから、それはもう、本当に何回も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 言ってね、浸透させていくもんだと思うので、今日はいつものね、ちょっと練習の内容で、特に時間の奪われるっていうことが浸透させるのに苦労してるっていうことをお話しさせていただきました。ですね。皆さんもちょっとこの辺はね、分かってられた時間感覚、戦術は時間ですから、時間っていうのをちょっと考えられた方がいいんじゃないのかなと思います。まあ、いろんな書籍出しておくんでね、まあ、なんか自分なのまた見つけて、勉強してもらえばいいんじゃないかなというふうに思います。ね。というふうに、頑張ってください。